さんこんばんは。今ねシェイク飲んでから2時間ぐらい経って今7時23分見えるかな、まあ、7時23分夜の結構ジム空いてていい感じなんですけど、今日はねベンチプレスの動画です。ベンチプレスを 5×5 久しぶりにやりたいと思います。でね1ヶ月前、まあ、ちょうど1ヶ月くらい前冬休みの初めに 5×5 92.5kg で更新しました。で今日は95キロで 5×5、 またインターバルは2分ぐらい、1分半から2分ぐらいの間でやって更新したいと思います。今日はめっちゃ集中するから、まあ今日はっていつもまあ集中してるんだけど、集中するから、まあ、セット始まったらもう話しません。バンバンバンと取っていきます。セット5レップ95キロ卒業しました。最後ねめっちゃギリギリだった、ちょっとお尻浮いちゃったけど、パスとしたいと思います。次 97.5 キロね、いけそうですね。あと何週間かしたら楽しみです。100キロ目指して5セット5レップ Alright、 今日はねベンチプレスだけの動画です。まあ、これからあの胸のエクササイズ2つぐらい、ダンベルのベンチとダンベルベンチハイレップで10レップ2セットやって、それとディップスちょっとやって、最後に3頭筋やり
りたいと思います。まあね、皆さんもハードにトレーニングして頑張ってください。またね、次の動画でお会いしましょう。ではこの次まで。